ですね。昨日の飛行機だと思ってたら、実は一昨日の飛行機だったという初めての、経験で、今私は羽田なんですけど、なぜか大阪に向かいます。今朝7時です。今日はですね、この荷物を、持って、まあ、登山ですね、まあ、大阪になったんで、ちょっと必要以上にこれをずっと背負ってね、歩くことになったんで、まあ、今日はリュックを背負ってどんどん歩くというのをね、一応今日はのトレーニングとさせていただきます。乗りたかった大阪便です。羽田のはずが、なぜか今大阪空港です。初めての大阪空港、こんな時に空港は思わなかったです。とりあえず新幹線に行かないといけないです。東京に行かないといけないんですね。なんだこの空港は、すごい空港空港ですね。大阪です。今東京に帰ってます。大阪からですね、何もせずに、観光もせずに直行ですね、速攻で帰ってます。戻ってきました、新宿です。今日はここに戻るためにわざわざ来ましたね。朝いつもの新宿の交差点、うちの店はもうちょっとあるカニ道楽、初めてのカニ道楽です。こんなに日本っぽいんですね。おことも引いていいとこですね。カニカニカニ、うん、カニカニカニ、そしてすごいこぼしね、うん、11時です。昨日の、乗れなかった11時からやっと帰ってきました。で、本日の一本ですね、こちらで、これはですね、私のメガネですね。私のメガネなんですけども、ずっと紹介してなかったんで紹介させていただきます。ちょっと汚いですね、ちょっと。これ、うちのね、オリジナルのメガネなんですね。木で作ってます。こんな感じで、だいぶこんな感じになってます。全部木です。で、福井の方で全部ハンドメイドで作ってます。で、実はこれね、結構お高くてね、全然売れなかったんですよね。そうなもんで、私が実際、かけることにしました。で、この辺りがこう、木のメガネってこう、汗とかでね、こうやってだんだんと味が出てくるんですよね。なんで木のメガネの楽しみはこれもあると思います。木のメガネ本当軽くて、実は何気に使いやすいんで、ぜひいかがでしょうか。じゃあですね、これからもう帰るとします。ではまた明日。